はい、それではですね、今日もアルファ6500のお話をしていこうと思います。今日はですね、全編 S63 で撮っております。はい、いろいろ調べましたら、 iPhone のルマフュージョンといういつも使っている編集アプリでカラーグレーディングができるそうなので、いろいろ試してみました。やはりノイズはね、結構暗い場所だと目立ってしまったので、どうなのかなと思いつつも、でも意外とこう色が編集で出たので、あ、 S6 面白いなと思って、もちろんね、カラーグレーディングはしっかりダヴィンチリゾルブとかで編集しっかりした方がいいんですけども、なかなかね、こう普段 PC に向かい合う時間がないので、ルマフュージョンでできたらいいなと思っておりました。で、いろいろできたので、今後も S-Log 撮影を視野に入れていろいろやっていこうかなと思っております。はい、それではね、今この空の感じもどのぐらい色が出るかというのも楽しみにしています。はい、ということで、1分ほどのショートムービー作りましたので、そちらご覧になってください。ラットの方もルックアットテーブルの方も、外部からインポートできるので、それを今回使ったんですけども、やっぱね、いいですね。ラットをいい感じで当てられたので、今後もね、それを活用していきたいなと思います。それではね、ショートムービーご覧ください。この動画がいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回も動画ご覧になってください。それではまた。